はい、皆さんこんにちは。はい、魔法を信じる会の時間です。はい、これね、ちょっと真面目に毎回やってるんだけど、うん、流れから言って真面目じゃなくなったらごめんなさい。うん、ね、気持ちは真面目です、本当ね。はい、今ね、僕ね、今真面目に考えてることがあって、うん、マシャンってさ、50セント効果を必ず使うじゃん。これサイズ俺慣れてるかもしょうがないんで、うん、ケネディでしょ、うん。ちょっと冒険して、フランクリン。うんと冒険して、リバティだね、冒険リバティ。うん、で、果たして今後コインってこれなのかなとかいろいろ考えたんだ。それでね、それもシルバーが前提だよね。うん、で、いろいろ考えたときに、今年の冬に大量に日本にコイン持ってこい。そう。やっぱりね、自分がコインずっとね、このところ怠けてて、練習しなかった、今ちょっとね、コインやってるから、あれなんだけど、みんながコイン習いたいときに、売るコインがなかったんだよ。うん、そうね、だから、コインについて徹底的に今日語りたいなと思って、魔法信じるからね、はい。そういうことで、年末のコイン、持ってきますということでいきましょう。はい、いいですか。魔法を信じる会。みゆちゃんは今使ってるのはハーフダラーは何だっけ。ハーフダラーはね、うん、シルバーのケネディと、うん、64年だね、うん、あとねリバティも持ってる。そうだね、うん、であともちろんサンドイッチも使ってるじゃん、うん、で総的に教えてほしい、うん、使い心地はどうなの。私一番やっぱりいいのはシルバーのケネディだね、うん、がやっぱりいいの、うん、他はサンドイッチだとどうなの、ね、サンドイッチはね、本当になくすと困るときに、うん、サンドイッチを使ってんだよ。リスクが使いやすくはないよ、ツルツル滑るし。そうだね、やっぱ手に馴染むのはやっぱりシルバーだよ、うん、ただシルバーってなくしたらダメージがでかいから。でかいね。だからなるべく、なんていうの、雑多なとこで練習するときは、うん、もう筋肉養成器物じゃないけど。で俺ね、最近どういうことかっていうと、うん、やっぱ俺もシルバーなの。俺は、うん、ケルで使わないんだよね、要するにフランクリン、うん、でそれも63年、うん、なんで62年じゃないかっていうのは2つの理由があって、うん、62年1回なくしてんだよ、盗まれて。あ、それで63年したのっていうのは64年に近いから、うん、コインのコンディションがやっぱり比較的いいんだよね、うん、で新しいコインとか新品コインってあんまり見ないで使って、うん、特に半品茶とか投げるから。だから俺はそう考えた時に63年のやつを磨かないで、うん、いぶし銀みたいにちょっと黒ずみぐらいのイメージになったのを使ってる、うん、これがね、うん、今のところなんだね、うん、でね、じゃあその後ね、じゃあ俺絶対シルバー派だったんだけど、サンドイッチコインどうかった時に、最近新しく作ったサンドイッチ、ああ来たね、今音がしましたね、これはリバティ、リバティこんな色になっちゃった。そうだから結局結論からね、このリバティの話じゃないんだけど、はい、リバティはちょっとねソフトすぎて、うん、エッジが取りすぎてやりづらいっていうのは俺はあるんだけど、うん、で現実的に使いやすくもなきゃいけないし、いろんなことを考えたんだ、うん、で最近ね、要するに新しいドリームコインが制作できて、うん、要するにノーパームから6枚コイン出す、あれをやった時に、うん、セットアップして練習してる時にサンドイッチばかり使ったんだ。あ、だからシルバーでもいいんだけど、うん、だけどサンドイッチ使って練習した。サンドイッチもそんな悪くないことが分かった、うん、だけどサンドイッチコインって今手に入りづらいじゃん、すっごく入りづらい。逆にそうかもね。でね、知らない知ったかぶりの人たちはラスベガスでいくらでもあるやって、ラスベガスなんてコイン流通してないから、今全部プリペイドだよ全部。本当ね、そうでしょ、ないんだよコインが、うん、実際にカチャカチャカチャって音がしてもコイン出てこないで、カードが出てくるんだよ。あとなんかどっかフリーウェイ、うん、有料のフリーウェイに乗ると釣りで出てくるっていう。そうそう、サービスなんだよね。で私なんかほら、うん、トーランスのさ、あれでお店屋さんとかでもらったことあったとか、 あった、ね、お釣りでもらったから、うん、マジシャンだからあげるとかでもらったこと何度かあって、うんうん、そんな自動販売機あんだとか思いで、ね、まあ、言いたいことっていうのはどういうことかっていうと、そうやってコインを考えた時に、うん、普通 の、 サンドイッチのハーフダラがどれぐらい使いづらいかってことを考えた時に、うん、そんなに使いづらいわけでもない、うん、それがね、1枚2000円以上する、例えばさシルバーのハーフダラを買うんだったら、うん、一般の人たちが買えるような比較的安価な安いね、うん、要するにハーフダラを提供するべきじゃないかと思ったの、うん、こだわりの人たちにはこだわりのやつ提供するけど、ね、うん、高いやっぱコインね、高い高い、うん、でね、まあバカなって言ってもよ、知らない人たちは50セントでしょ、そんなの50セントって50円安いじゃないないんだよ、5000なんだから全部さ、それさないのよ。で今ね一生懸命考えて、調べたの、うん、そしたらね、なんとね2017年製造のシルバーじゃないサンドシルバーもあるんだけど、あるか分かった、めっちゃすごくない、これコレクターアイテム用に作ったやつ、それは2016年まで作ったっていうものがあれば17年まであるやつもあって、これいいなと思ったの、いい、ね、うん、だからそうしたらそれをね、それでも高いんだよ比較的、うん、でも日本で一般向けに500円ぐらいで売れる、
安いんじゃない？いや安いと思う、うん、安いか高いかは分かんないよ。だけど今まで東急ハンズが一番安いレートを出したハーフダラの値段は使用済みコインで300円だったの、うん、それが一般小売価格で使用済みじゃなくて未使用のコインで500円だと安くない？これ俺絶対安いと思う。未使用だから、うん、で新品でしょ。そう、それと同時にね、例えばハーフダラだけじゃなくていろんなコインマジックやるときに俺はトランプコインっての手に入れたじゃん。あ、トランプコイン、うん、これもいいんだけど、リンカーンのコインもジョン・ F・ケネディの、ゴールドコインもいろんなのあるの。ジョージ・ワシントン、すごい、ね、これリリースしてみようかなと。だからコインってさ、やっぱりさ、こだわりがないとできないんだよ。要するに別に何でもいいんだよ、500円玉でいいんだよっていう人たちは別に俺には、うん、やめるとは言わないけど、俺はその人たちに興味がない、うん、やっぱりその絵柄にあるさ、大統領の顔ってすごいもんな。そうだね、うん、だからなんでトランプ手に入れたかって、トランプ嫌われてるからというふうに日本で思われてるから、うん、だけどやっぱり大統領ってみんなすごいんで、この大統領コインが欲しいと 早い人に言って、俺在庫持っていくようなあれないから、欲しい人たちの分しかやらない。あれだけあれだもんね。そうそう、だからマジックアイテムの中で今後コイン考えるときにコインがなくなるから、その時に欲しい人分しか買わない、うん、だってコインで利幅ないんだもん俺、うん、売ってさ儲かんないんだよ、うん、ね、だから必要なもんだと思うけど、儲からないんだったら誰か他にやってもらって、俺やりたくないよ。そうだよね、下ろすもできない、だって元の値段だから、うん、だからそれも含めて今回ケネディとかいろんなやつのリクエスト取ります、ね、欲しい人はキャッスルのメンバーであろうと、例えば MOJ とかキングダムのメンバーであろうと、俺の弟子であろうと、リレーもう最初に言ってくれない限り手に入れません。そのためにはね、例えば高いコインもいっぱいあるけど、それはまあいいとして、キャッスルでもね、普通に売り場で売ってないもんだから、ね、あれだけど、でも2017年のケネディハーフダラはいいんじゃない未使用、ね、これは手に入れていいかなと俺思ってるんだ、うん、どう思いますか。いや、いいと思ってる。新品でしょ。うん、もちろん新品です。今ね、承知のでグヒって言っちゃったグヒって。だからね、使いやすいかどうかは別なんだ。例えば俺たちが今使ってるバイスクル、うん、使いづらいです。なんで使ってるの？マジックカードプロじゃない、もったいなくて使えないんで、数がないから。まあそうだね、うん、やっぱり俺が運と取った時に手が動かなかったらマジックカードプロしか信頼できないから、うん、そのために使ってないんだよ、うん、でやっぱりマジックカードプロってさ、十何年経っても10年経っても劣化しないし、バイスクルはダメ、カパカパになっちゃう。そうね、あと手のコンディションが変わらないっていうか、うん、だからやっぱりそこを考えた時に、物のいいものはいいんで、シルバーは絶対いいです。いい、ね、だけど高い、いいシルバー、うん、未使用なんて言ったらすごい高いでね、未使用じゃなくて使用済みのやつだって20ドルは最低すんだよ、やっぱりね。だから安く買える人は買って、安く買えないと思うけどね、うん、例えば年号が揃ってる安いやつをちゃんと買うんだったら、アメリカに来てちゃんとインゴットショップっていうさ、コイン屋さんに行って選ばないかぎり絶対手に入らないんだよ、うん、ね、手に入れるのすごい大変じゃん。ミュウちゃんがアメリカにいてさ、コインが必要だった時、わざわざサンタモニカのさ、すごい遠かったね、あれね。そうそう、曽根君もそうだよ、うん、でその時に選ぶんだよ、で嫌な顔されるのだって儲かんないやつだから。あ、そうだけど俺たちがマーシャンとして使うものは何かってことを考えた時に、使用済みでもいいから手にしっくりくるコインでしょ、うん、もちろんコレクションもそうで、俺ねトランプコイン買って思った6枚買ったまず自分はね、うん、販売用には別に買ってるけど、その瞬間にこれ投げてるうちにメッキが剥げるから、24メッキメッキ積んでるでしょ、でこれ大変だなと、なるほ どう使うかな。だからすごい素敵な重みのあるいいコインなんだけど、うん、スペルバンドなのかな何なのか、やっぱり相当考えて使わないといけない。だから皆さんもね、うん、通販でやりますから、でコインは俺コインで商売にならない、うん、ならないから、ボランティアではやりませんから、欲しい人は今のうち言って、うん、じゃないと買ってこないよ絶対、うん、もうそれ俺言いたい、買わないようなもう、うん、もうめんどくさいじゃないコインなんて、まあ、大変大変だから DVD が一番儲かるんだよ、だってあんなのさ、やったやつをプレスするだけだから、うん、でも今 DVD をやらないって言ってるんだから、やっぱちょっと変わってきてるわけだから、うん、みんなね、物販は俺たちはリスクがあるから予約しかやりません、ね、マジキャスもカードもそうだよね、あんなリスクある、うん、だからみんなに言いたいから、ちゃんとやってくださいってことかな、うん、まあ、そキャッスルデックも買わなきゃいけないんだな、持って帰る欲しい人に、うん、さあそういうことでね、欲しくないんだったら届けません、はい、俺たちだけの宝物です届けません、もうこれ大事だよ、だってさ俺思うんだけどさ、うん、商売でしょって言われて、そうじゃねえんだよ。そうだね、だってそんなことだってもっとさ簡単な商売いっぱいあるわけだから、うん、お金を儲けたいんだったら違う方法の方がいいです、うん、ということでね、今回ちょっとなんか言いたいことだけど、はい、のような形で魔法神とかやっちゃいましたけど、うもうはっきりしてる、ね、僕たちは何でもいいけど、必要だからないから手に入れます、欲しい人は必ずやってください、当日現場にはないですよ、ね、
キャンセルしてお金で返ってるけど、さよならですね。はい、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。